め静まる。よし、頑張るぞ。時は天明7年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。一方その頃、日冷め静まるは流浪の旅の最中にいた。自分は何者なのか、鬼とは何なのか、未だ答えはどこにも見えず、漠然とした不安ばかりが降り積もる。それでも一縷の望みを抱き、たった一人で日冷め静まるは道を進んでいく。たとえ彼の行き着く先などないのだとしても。カムイコタン。カムイの戦士の名にかけてこの先には行かせません。日冷め静まるバーサスナコルル、いざ尋常に一本目勝負。とやった。勝者日冷め静まる。二本目勝負。静まる。僕は鬼なのか。どうしてみんな戦おうとするの。傷つけあったって何も生まれないのに。三方ヶ原。私を呼んだのはお前。日冷め静まるバーサス四季、いざ尋常に一本目勝負。逃がさない。静まる。二本目勝負。君だ。いって。そっか。ふっ。はあ。そこか。はあ。
飽きて君がさにここに勝者四季最終戦勝負静まる僕は鬼なのか どうしてみんな戦おうとするの傷つけあったって何も生まれないのに洛中三門前大丈夫チャンプルは何も心配しなくても大丈夫だからちょっとだけ待ってて氷雨静まる VS 眞境名ミナいざ尋常に一本目勝負はぁ行くよ遠隔地静まる。二本目勝負。静まる。ごめんなさい。もう行きます。あの、僕急いでるんで、これで失礼します。熊野古道ここで滅するも待たなさけいざ参る氷雨静まる VS 服部半蔵いざ尋常に一本目勝負おっ
久米静まる。二本目勝負。はっ。変身。ふっ。決め覚め。決め覚め陣。これでどうだ。おっ。変身。ふっ。はい。サムダレ切り。はっ。静まる。僕は鬼なのか。僕もこの人みたいに姿を消すことができれば誰とも戦わずに済むのかな。外流島牛の国。冬海に身を尽くしても我ゆかん。切る。久米静まる VS 立花右京。いざ尋常に一本目勝負。行くよ。行くよ。遠隔地。染め返し。染め返し。切り染め陣。サムダレ切り。久米静まる。二本目勝負。いけ。やっ。やっ。はっ。これでどうだ。勝者久米静まる。僕は鬼なのか。立花右京。立花。お、旅の途中で聞いた名前だ。噂通りすごくかっこいい人だったな。カムイコタン。殺し合いがしたいのね。仕掛けてきたのはあなたが先よ。久米静まる VS 高根響き真剣勝負一本目始め。やっそこもうはっ遠隔地はっ決める。発射。静まる。二本目始め。はっ。そこ。ふっ。
メージン。さあ、やあ、生きる。最終戦、はじめ！静まる。ごめんなさい、もう行きます。どうしてみんな戦おうとするの。傷つけ合ったって何も生まれないのに。最初はわずかな影響でしかなかった。これが明らかに不自然と認識できたこと、その暗い怨念は最悪となり、日の本全土を急速に飲み込んでいった。グリーンヘル。メガネ、私のメガネ。ここから先は私の領分、どうぞお引き取りくださいませ。ヒサメ静まる VS ウーレイシャン、いざ尋常に一本目勝負。そこ静まる。2本目勝負。いくよ。サンダレ切り。この並び、三匹木星。最終戦、勝負。
勝者、ヒサメ静まる。ごめんなさい、もう行きます。命拾いしちゃった。外流島、羊の国。あの、僕この先に行きたくて。ごめんなさい、そこを通してもらえませんか。腕に自信があるんだろうが、この先は子供が行くような場所じゃねえんだ。さすがに夢見が悪いからな。腕ずくでも止めさせてもらうぜ。ヒサメ静まるバーサス覇王丸、いざ尋常に一本目勝負。くらっ、はっ、うらっ、いっけー切り離し、いくよ、いくよ、いっけー、よいしょ、静まる。二本目勝負。お願いし、はっ、た、キリサメ人、はっ、キリサメ人、キリサメ人、サミダレ切り、最終戦勝負。やあやあ、はっ、おりゃあ、よいしょ、と、いっけー、えい、いっけー、やあ、演奏は君のため人、やあ、回すよ、おりゃあ、いっけー、君のため人、静まる。ごめんなさい、もう行きます。心配してくださってありがとうございます。でもこの嫌な気配放っておくわけにはいきませんから。ごめんなさい、もう行きます。
なくなればいい。静か千年桜。苦しい、こんな価値のない滅びよ、何もかも。すごい邪気。でもここで僕が逃げたらもっとひどいことになるかもしれない。本当は怖いけど戦わなくちゃ。氷雨静まる VS 静か御前、いざ尋常に一本目勝負。やはっ、やはっ、やはっ、霧雨陣くるやはっ、煙突陣やはっ、霧雨陣やはっ、煙突陣静まる。許せぬ、この世がそなたか。憎い憎い憎い。最終戦勝負。クロム、やはっ
静まる。ごめんなさい、もう行きます。私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっ向こう側へ行けます。しずやしず、しずのおだまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。そのよ、静丸はいつもの夢を見た。一面の火色、鬼が刀を振るう夢。彼の刃が残す銀の軌跡を自分はいつもじっと見つめている。ふと鬼がその手を止め、こちらを鋭い眼光で射抜いた。その影が眼前まで迫った刹那、静丸は覚醒するのであった。冷や汗が全身にまとわりつく。静丸は荒い呼吸を繰り返し、傍らに横たえていた刀を見下ろした。鬼とは一体何なのか、自分は何者なのか、漠然とした不安が押し寄せる中、地平から差す光が静丸の横顔を照らした。朝焼けの中、静丸の頭上に桜の花びらが雨のように降り注いだ。空を覆い尽くしていた邪気は晴れ、暖かな日差しが道を照らしている。春風に背を押され、静丸は一人旅路へと戻る。一面の桜花爛漫を眺めながら、行くあてもなく静丸は歩き続けた。